地上の死角もこっちの動きも全て丸見え、上を抑えられちゃっても足も出ねえ。けど何か手があるはずだ。何かそうだ、奴のさらに上を取ることができれば、あの小森野郎のことだ。おそらく頭上を取られたことは一度もねえはず。なら上からの攻撃が一発逆転の急所となるかも。 どうやって奴の上を取る。剣心なら爆風に合わせてあいつより高く飛べるかもしれねえが、俺じゃ到底あいつみてえな羽があれば、いや羽に変わるものさえあれば。さて、そろそろ弾も少なくなってきた。これで終わりだ。死ね。 やひこくん、中じゃ、荒野の中に逃げ込むんじゃ。逃げる冗談じゃねえ。俺は剣心との約束を守る。絶対に。さあ、いない。俺の飛空葉っぱの前に所詮敵などありはせん。さて、あとは残りの弾で手早く皆殺していくか。 取ったぜ、貴様の上を。このガキ、戸板を羽代わりにして俺より高く。天蜜剣流もどき、妙味まれ、流水戦。 やった！ おお、見取り稽古。 日々の稽古に加え、さらに日村君やその強敵との戦いぶりを見続けてきたことで、なんと2倍3倍の上達を成しておったか。私の知らないうちに剣心のお箱流水線の真似事までできるようになってたなんて。この子ったらどんどん強くなっていく。 やっぱ剣心みてえにうまくはいかねえや。まさかそんな、あの変屋さんがガキ一人に。さあ、これで残りあと2人。あとは一気に。